っていたものはこのような感じになっております。こちらがスイッチボットの箱、ケーブル、固定用のビス、よしたカメラを固定するもの、シール、説明書、リセットボタンを押すやつ、これいいですね。で、本体がこんな感じです。雪だるまさんみたいな感じで可愛いですね。説明書も日本語で書いてあるのでとても分かりやすいです。足元はこんな感じこちらのカメラなんですが、こうやって360度回転します。これがね、とってもいい。でもちろんここも上下にこうやって動きます。マイクロ USB 電源コネクタになります。後ろにスピーカーがついております。マイクロ USB コネクタの隣にリセットボタンがついております。台座を取り付けます。簡単ですね。くるっとするだけです。ここに台座がありますので、天井にこうやってビスでくっつけると監視カメラみたいな機能も使えますね。で、我が家ではこうやって置いてます。カメラの仕様なんですが、本体が 78-78-107mm、 重量が 195g、 360度水平方向に動きます。ビデオは 1080p の H264 です。マイクロ SD は 128GB までさせるそうです。ナイトビジョンは 850nm、 IR LED、 無線通信方式です。動作温度はマイナス15度から45度までいけるそうです。湿度は 95%。もちろんスイッチボットですので、スケジュール機能もできます。音声コントロールもできます。通話もできます。人感センサー、ハブミニ、見守りカメラを使ったりすることもできますし、いろんなね、使い方があります。他にもパンチルト、プライバシーモード、ナイトビジョン、いろいろ機能がついてます。はい、こちらがスイッチボットのアプリ画面になります。まずは上のプラスボタンタッチ、そうするとこちらに見守りカメラがあるので、こちらをタップ。画面の説明通りにやります。 Wi-Fi を設定します。バーコードが出てきました。これをカメラに見せます。ペンペンペンとなったら OK です。次へ、 Wi-Fi に接続中です。お、勝手に動いてます。リビング、今すぐ使う。はい、もう撮影できてますね。はい、実際にここに置いて使っております。パンチルト機能を使ってこうやって動かすことができます。これ私の足、自由自在です。もちろん下にも動くし、上にも。いろんなこういう見守りカメラを使ってきたんですけど、こうやって360度回転するっていうのは初めてですね。なんで何箇所も置く必要がないというか、これでモルちゃんの調子とかを会社で見たりとかしてます。他にも機能としては横にもできますし、写真を撮ることもできますし、音声通話もできます。もちろんここで録画もできます。で、プライバシーモードをすると自動でオフになります。今ナイトビジョンになってますね。しっかり映ってますね。自動追尾モードっていうのがありますね。防犯カメラにもなりそうです。他にも巡航モードがあって、何時に見るとか、そういうのもできますね。1番を見る、2番を見る、3番を見るという設定が細かくできます。ということで、私は心配なモルモットをお外で観察したりしてます。気になる方は概要欄などから、あららららら、見てみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。